どうも皆さんこんにちは、こがりです。というわけでですね、本日もベタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日は皆さんにね紹介したい武器があるんですけれども、僕のね残高見てください。6132公演、この公演で武器紹介ができるわけねえだろうがって思った方、ちっちっち甘いぜ。俺はこの日のためにマーケット99回収しないで置いたんだぜ。ということで、全て回収していきましょうか。はい、これで僕も大金持ちさ。はい、200万公演ありがとうございます。味方を騙して敵を騙す、そういうこと。でこの金でね、しっかりとちょっと物資をね準備していきたいと思う。お待たせ。ってことでですね、本日ご紹介するのはこちらのね MDR になるんですけど、なんとこの MDR 今ね結構海外勢で、流行ってる武器ランキング第1位なんですが、そんなことはどうでもよくて、シーズン4でね大幅強化される武器のうちの一つになるんですよ。はい、ってことで、ちょっと見ていこうと思うんですが、マーケットのねレシーバー選択して、このねMDR の、アサルトライフルのねこのパーツを見てみると、垂直72の水平が21、この水平21っていうのがね、MDR、弱いゆえんじゃないですか。それがですねシーズン4でなんと大幅強化されるわけです。それがこっちね、見てください皆さん、水平21から水平35、14もねプラスされてしまうんですね。これえぐくない？やばいでしょ。 MDR の時代始まっちゃうよ。このようにね、デバフを受ける武器もあればバフを受ける武器もあるっていう、これがシーズン4のねやっぱ楽しみ方ですよね。なんか今まで強かった武器がね弱体化どん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 入ってて、で弱かったね、使われなかった武器がこうやってねステータス上がってくれるっていうのは、非常に嬉しいかなって感じ。素晴らしい、運営よくやった、褒めて使わす、これに関してはナイスアップで。はい、ということでね、こんな感じで本日 MDR 最強の形を作ってきたんですけど、これにですねプラス14されたら水平リコイルがなんと57、ここまで上がるんですね。素晴らしい。ってことで基本ステータス垂直87の水平57、今は43で、エルゴノミが45で、精度が41で、腰打ち安定度が47、間違えました、74、有効射程が102っていう、ってことで、この MDR、大幅強化されること間違いなしなんですよ。はい、バレルとかね、その他のパーツが、デバフが食ってしまったら、このねリコイル値が、変わってくるとは思うんですが、単純にね、14本体上がるっていうのはもうそれだけでね素晴らしい、情報修正かなと思いますので、今後ね、海外勢が使うこと待ったなしなんじゃないかなと。はい、日本人の方ってねあんま MDR 使ってるイメージないんですよ。 AUG 使ってる方がなんか印象としては多いんですけど、この MDR がね世界進出するのかもしれない。日本にもね MDR の波っていうのがねやってくるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。多分来ない。はい、ということでですね、早速射撃場にやってまいりましたので、まずはノンリコイルで撃っていきます。はい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 、ひどい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 、横ブレがひどい、横ブレが、ここにさ撃ってたのにさ、もうこんなとこまで行っちゃいましたよ。この際をねこっからここまでずれてしまうっていう、いやだいぶ横ブレひどいですね。シーズン4ではこの横ブレが、どれぐらいにね、修正されるのかは、皆さんのね目で見てくださいよ。どうせね僕もあの動画にしますので、自分のね目で手で確認したくない方は僕の動画見てくださいよ。今回はね A1 弾を詰めていますので、少しね、弱みって感じなんですが、大丈夫でしょう。先打ちしてればさ、どんな弾でも勝てるのがねこのゲームですから、その正面の打ち合いになったら結構厳しいものはねあるっちゃあるんだけどさ、でもね、正直そんな変わんないでしょう。 AP 弾も A1 弾も M995 弾も M855 弾も HP 弾も何でもいいんですよ正直。なんならさ HP 弾の方が良かったかもな。
A1 弾にしない方が強い説まであるよね、これは。まあでもいっか、A1 弾ね、今、大量に倉庫にあってね、実質無料なんで、とりあえず実質ただの弾使って敵をしばいていこうと思います。はい、ということでですね、秒速 27cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。今回はね、有効射程102あるってことで、まあ AR の中だとね、比較的、まあ、長い射程を持つのかなと思いまして、ノースリッジの方にやってまいりました。まあ封鎖区ね、もちろん。僕ね、通常区行かないんで、基本的には。結構ね、動画で、まあ質問あるんですが、いつもこんがりさんが言ってるのは封鎖区ですか通常区ですかって、俺は封鎖区以外にね一切興味がないってことをこの場を借りて申し上げておく。はい、まあ、通常区に行くときはね、まあ、なんか通常区がなんか魔境化したときぐらいでしょうか。はい、もう常にしてるんですけどね、なんか農場のさ通常区でね、なんか5層6層がうじゃうじゃいるっていう報告を聞くんですが、僕が行ったときそうでもないんだよな。だから、まあ、一旦無視しておく、その報告は。とりあえず、ここで湧いたので、どうするかと言いますと、このまままっすぐ行くのありだな、これ。ちょっと3番さんの方から行きましょうか。これまっすぐ案件ですよ、これ。もうちょっとつ猛進スタイル。さ、イノシシになった気分でさ、もう止まれないぜ。曲がることもできなければ、もうひたすらね、突き進むことしかできないっていう。もうとりあえず脳筋でさ、脳死で突っていく。で、死んでいく。これ考えないと勝てないゲームだからね、みんな。しっかり考えよう。もう考えることをやめた時点でそこで試合終了だから。で、エナジーゾリンコギャブ飲みタイムを、まずは挟んであげて、体力マックスにしていきましょうか。さあ、これで大人の10連コンボね、繰り出しやすくなったんで10連コンボしていきましょう。いやー、これノースリッチのさ、ホテル行ったかな、やつらは。ホテルの近くで湧いたやつらは、ホテル行ったんでしょうか。それともね、その辺の丘で見てるんでしょうか、こっちを。わかりませんが、どうするかというと、まあ、このままね、まっすぐにちょっとつ猛進していく。で、さらにはエナジーゾリンコギャブ飲みタイム2本目入れちゃうよーん。さあ、ちょっとこのまままっすぐ行ってあげてさ、もう下水処理場の方までね、行ってもいい気がするんだよな。どうせなんか通信局とかいないでしょ。最近なんかあんまり通信局にね、敵がいるイメージがなくて、まあみんなね、まあこのノースリッチのムーブもね、変わってきてるわけですよ、やっぱり。時代が進めばね、ムーブも変わるっつって。でも、使用する武器は変わらないんですよね。外役 AX50 しかいないんで、このマップはマジで気をつけましょう。遠距離から撃たれたらもうメンタル弾け飛んじゃうよ、本当に。やめてくれませんか、マジで。ちょっと頼むから。AX50 とさ、AX16 とさ、AX30 だけやめてほしいよな。僕、あいつら全員 AX って呼んでるんで、あれ絶対さ、SJ とかさ、AR とかいう名前じゃないぞ。あれ AX だぞ、全員。16、30、50は、あれ AX 族って言って、胴体ワンパンしてくる外役家族なんで、犯罪一家です、あれは。万引き家族の可能性もある。もうあいつら、本当に。俺たちのさ、物資万引きしてくんだもんだって、おかしいでしょ。胴体ワンパンで沈めてくるとかありえないじゃないですか。僕たちのね、血と汗の結晶を、やつらは、何のね、苦労をすることなく、胴体一撃当てて、盗んでいくっていう。ダメでしょ、そんなの。いるわ。なんかいる。はいはいはい。あ、いました、いました、いました。今、いたね。ザムの方。絶対と C 箱。わかってんじゃん、一番さん。ナイス。それわかってんの熱いかもしれない。一番ちゃんやるわ。これ、索敵力20丸だわ。まあ、正直僕のね、次に索敵力あると言っても過言ではない。やっちゃおっか、これ。ちょ、MDR でやっちゃうわ、これ。絶対に。ああ、まずい。え、なにそれ。なにそれ。は?ちょ、マジかよ。あいつ俺のことに気づいてんの?マジで。やりますね、それは。そのグレ何怖いんだけど、普通に。さあ、ちょっと覗いていこうか。怖い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 。ザムでの戦いがいっちゃん怖い、マジで。ちょ、やめてくんねえかな、ほんとに。グレとかでさ、片付けられんのまずいんだけど。撃ってないっぴ。俺は撃ってないぞ。ちょっと待って、チャット死しちゃう、チャット死。チャット死だけはごめんだね。とりあえず撃ってないってチャットした。これで死ななかったから、チャット死回避。ちょ、まずいって、怖いって。これ、ザムにいるなんてことないよな。ちょ、マジでやめて。怖い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 。アジのガチで怖い。あ、なんかいるかも。来るか。来い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 。来た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 。はいはい、来た来た来た。あー、ただ A1 だのせいで。全然やれないじゃん。
ちょ、何やってんだ、俺全然やれないじゃん。1枚芝居ていく。まずは1枚ファーストキレからの、ここでとりあえずグレネードを構えてあげて、ブワッコリ沈めていく。ここグレネード入ります。さあグレネード入れて、あいつ6層だったな。しっかりチャット、あなたは死んだのですかとか言って何勝手に殺してんだ。俺は死んでねえ。じゃまずいな、一回 ASMR 挟んでおくか。これとりあえず ASMR で一番さんやってきた。あいつ、とりあえず僕も耳鳴りして相当ムカつく。まあでも一番さんさ、とりあえず上にやってあげて、一番ちゃん、いけ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 、いっちゃえいっちゃえ、やっちゃえやっちゃえ、ナイスナイスナイス、どんどん行こうどんどん行こう。ちょ怖いな、あいつ6層だからさ、マジでまずい。あ、待て、それ俺に来るんじゃないの、そのクレー。あっぶねえ、それ貫通するからさ、上から下マリコやめてくれません？反対側だろ、こっちだろ多分。いけ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 、一番ちゃんいっちゃえ、やっちゃえマジで。え、死んだの死んだの、やったの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 、やってないだろ、絶対いるぞ。ちょ、防具破壊するか、とりあえず一回さ、こっちに投げちゃおう。イングレパッコン、はい、入れます。います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 、なんか撃ってきた、めちゃめちゃ怖い。じゃあここでさ、グレネードもう一発いっちゃおっか。はい、さようなら。これでザイブ食らうんじゃない。じゃあとは突貫ですよね。芝こっか、はい、やっちゃうよ。マジで暗すぎ、見えない見えない見えない、何も見えない何も、やべ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 、お前ふざけんな、うれぇ、あぁ、やめろやめろやめろ、痛い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 、一番ちゃん、一番ちゃんやったか、一番ちゃん、ナイス、助けろ助けろ助けろ、助けて助けて助けて、ダッパーはナイスナイスナンバーワン、センキュー、 You are welcome。 これでオッケー、あっぶねえ。ちょ、今の連携プレイだろ、さすがにな。うわー、そいつ芝きたかったわ、俺。お前、いっちゃん美味しいところ盗んでいくじゃねえか。まあでもいいわ、俺も無傷だったしな。まあ傷は負ったんですけど、とりあえず僕が芝いたやつは漁らせてもらいますよって感じ。はい、これ僕が芝いたやつね、もらっちゃうよ。 SKS かなりしょっぱい。なにこれ、ひどい、本当にひどい、本当に。なんで俺こんなやつしか芝けないの、マジで自分が嫌になるわ。まあでもこれは、あ、 BP 弾うまい、あ、 BP 弾がうまい、あ、それは許す。 BP 弾うまいだったらまあ許す。で PS 弾もまあまあうまいしな。でここら辺はしょっぱいから、あ、エナドリうまいのもナイスじゃん、なかなかやるじゃないか。ちょ、バックパックからさ、赤アイテム出してくれマジで、ふざけるな本当に。赤アイテムを出せ、赤アイテムを。ちょ、リグの中に入れとこっか、この辺。こうやったら入るんだね、リグって。知りませんでした僕は。よし、まあ、こんな感じだろとりあえず。で、一旦ちょっと引きましょうか。まだいるかもしんないからな、なんか敵が。ちょ、マジで裏山案件だわ君。連携プレイかましたのはいいけどさ、まだこの辺にさ、なんかいそうだからね。ここに敵を見つけたって言っとくわ、とりあえず。嘘なんですけどね、これ。よし、行くか。あ、ケーブルカー行ったか。これケーブルカー行くぞ、俺絶対やる、 100% 芝くわ。あ、これ味方かな、わかんない。え、どうだろう、これ味方か、もしかして。あ、味方ですね。あ、味方か、よくわかんねえや。やり合ってはないか、大丈夫か。いや、マジで引きたくない、引きたくない。俺は引かねえよ、絶対に。俺はやるからな、まだ。まだ1枚や2枚は、やらないとさ、割に合わないって、こんな。SKS2 機しばいたところでさ、うまみないからな。僕は行く。みんなが引くんだとしても、僕はまだね、求めたい、敵を。ちょ、マジで敵、あ、いる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 、やったぜ。はい、銃声入ってきた。こういうこと。やるんだよ。やると決めたらやるんだよ、もう。下水処理場2機、しばきめーす。ただ、下水処理場って結構しばきにくいよな。なんか今、血しぶきが見えた気がする。行きましょうか。あ、いるわ、いるわ、いるわ。はい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 、いました、いました、いました。ただ、しょっぱそうなやつじゃん、あいつも。なんで俺が見つけるやつって全員しょっぺーの、本当に。味方が怖いですよね、本当に。ちょ、待って、ちょい待って。
本当にやめて。もうな、モシンなんかで抜かれたらもう泣くんですが、普通に。あいつモシンだったよな。とりあえず、スニーコかましてあげて、ちょっとここは隠れつつね、やっちゃおっか。はい、入ってきた足音。足音入っちゃってるね。ちょっと待ってください。敵も僕に気づいたわけではなさそうだ。いるね。はい、ジャンプなんてして浮かれちゃってますわ、あいつ。絶対芝子。あー、はい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 。はい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 。あんなところで何やってんの？何をやってるの君？それは死ぬでしょ。はい、死んだ。それは死ぬでしょ、さすがに。もうパンパンパンですよ。それはね。オッケー。ちょっと敵の味方がいるかどうかがわかんないんだよね。そこが怖いんですよね、本当に。ちょ、やめてください、マジで。ちょ、頼む。いないかな？いなさそうか。いないってもうさ、決め打っちゃっていいかな、これ。よくわかんないけど、まあ、伏せてあさるか。はい、モシンナガン2機です。しょっぱいです。でも、まあ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 。まあ、いいでしょう。これはまあまあいいんじゃないかな。20倍スコープモシン。そして GS2。まあ、どれだけね、索敵力上げても、僕のね、索敵範囲の中からは逃れられないわけですよ。こういうこと。で、意外と美味しいじゃん、この辺も。さあ、なんかジュースいっぱい。オレンジジュースマニア。で、なんかベクターのなんかよくわかんないやつ。で、まあ、この辺の回復しばいといて。バックパックの中から、これ、黄金のライオン像とかあるんじゃないの？まあ、あるわけないんですよね。これ4マスだから。さすがにな。ただ来い！ああ。ティーポットとかだったら相当嬉しかったんだけどさ。ちょっと反応に困りますよ。そんなベクター折りたたまれても。まあ、いいか、帰るか。まあ、味方がいないことを祈るわ。ちょっと怖いですけどね。ワンチャンいるかもしんない。まあ、基本的に来るだからいっか。マガジンリロードタイムは一旦無視で。まあ、帰っちゃいましょう、こっから。まあ、待て待て、帰らせろ、本当に。ちょっと頼む。そんなところで突っかかれるのが一番怖いから。いないかな、右側。ちょっとよくわかんないけど、いなさそうですね。いやー、しょぼいわ。まあ、ただね、この MDR マジで強い、本当に。これさ、水平リコイルがね、もっとさ、改善されたら化けますよ、マジで。確かにね、今はね、まだ成長途中というか、まだ成熟してない、まあちょっと赤ちゃんみたいな感じなんですが、いるな。なんかいるな。マジか。そっち側にもなんかいるらしい。しばきに行こっか、じゃあ。こんなんで満足する僕じゃないからね。ちょ、やばい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 。自分が止まらない。もう止められないんだよ、これ。ここまで来ちゃうと。こっち側にいるやつ、どうせさ、金策に行きだろう。なんかそっちにもいいのか。いるね。いっぱいいるね。いいね、いいね、いいね、ノースリッチ。楽しませてくれるじゃないか、僕を。ノースリッチとの相性抜群かもしんない、このさ、MDR が。なんかいたな。あいつなんだ。あいつはスカブなのか。よくわかんない。なんか消えました。まずいな。なんか芝刈り案件入ってる。あいつらが誰に芝刈れたのか、わかりませんね。ただ、後ろから芝刈れたんじゃないんだよね。前から芝刈れてるから。製材所ワンチャン PPP 選手権入ったか、これ。あ、いるわ、いるわ、いるわ。やっぱりか。いましたね。さあ、います、います、います。はい、あいつに対して、僕はぶっ放していくわけよ。はい、さようなら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 。強すぎた。マジか、お前。MDR なめんな、ほんとに。やばい、これ。ガチのマジで来たやつだ、これ、時代が。MDR に追いついた。いや、ちょっと待って、もう3立てオッズなんですけど。ここで一旦冷静に僕は鎮痛剤パクパクタイムを決めてあげる。あえてね。ASMR ちゃんも入っておきましょうか。で、一応南部の村ケアしといた方がいいかもしんないな。あ？なんだなんだなんだ？なんかいるな。マジかよ、こんは。え、マジか。まだ漁っちゃいけないんですか。なんかいるわ。やばいやつが。なんかめちゃめちゃいかつい銃声出してた。怖い。もう行くしかない。やるしかない。やるぞ、こうなったら4枚目。行っちゃおっか。キルムーブ。見せましょうか、じゃあ。あ、いるね。足音入ってんね。下か？どこだ、それ。は？どこにいんの、それ。あれか、あれか、いた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 。今、なんかいた。はい、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 はい。はい、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 はい。舐めんな、舐めんな、舐めんな。舐めるな、マジで。強い。MDR 無双、始まっちゃった、4盾オッツ。こういうことなのよ、マジで。なんか最近さ、近距離の索敵がマジでできない。あいつ、普通にスカブか。邪魔ですね、やつは。じゃあ、あのスカブはマジで邪魔なんで。一旦撃っといてあげてもいいのかもしれない。ちょ、邪魔邪魔邪魔。どっか行け。どっか行くなら見逃してやる。さあ、どこで芝居た僕は。はい、じゃあ、ブッシーうまうまタイム入りまーす。さあ、2枚いけるからね。来た来た来た、M4A1。これ誰？僕の味方を芝居たやつじゃないか。
成敗。なんか味方しばかれてたんですが、敵討ち成功です。はい、対戦ありがとうございました。これ5000円でこっち1万円入れ替えた方がいいな。リーグちょっと開くか。この MPX 味方のだからいらないんで、しばいてあげて、これしばいて、でちょっとこっちしばいて、こうしよっか。あ、無理ですわ。さあ、バックパックの中身もこんにちは案件。これ大丈夫か、大丈夫かマジで。ちょ、やめてくれ本当に。ちょ、怖い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 。今の足音相当怖い。これスカブだよな。大丈夫だわ多分。で、あっち側ももらえるわけでしょ僕は。なんてついてるんだ。 MDR を使ったらこんなにうまい思いができるのか。最高だねみんな。 MDR を使おう。これからはノースリッチ MDR の時代が始まります。さあ、スカーです。いや、どうしよっかなこれ。ちょっとさ、スカーはスカーでいいんだけど、なんかしょぼいんだよね、アタッチメントが。ちょっと待ってください。この辺しばいて、ちょっとサプレッサーこうもらってあげて、あとはね、これ実際いらないんですよ、スカー。しょっぱいんですよね、最近スカーって。だからいらねえや。しっかりと最近のね、スカー事情もちょっと頭に入れながらやりましょうか。ああ、来ちゃった来ちゃった。始まっちゃってんね、さ、AP 弾ぶち込んでいる。これはじゃあ、しっかりとこっちにやって、あ、こうしてあげて、なんかサプライマーク消してこの中ぶち込むっていう禁断の奥義発動してあげて、わわわわわ、 GPU やってきた。マジか、ありがとうございます。さあ、 M855 弾もやってきたし、ちょ待って、何を取ればいいのか分かんなくなってくるんだこうなると。ちょ、めんどくさいですね。じゃあこれちょっと一回しばいて、しばいて、しばいて、こっち入れてあげて、あともういるもんあるかな。 MK2 ぐらいはまあもらっておきましょうか。まあ、こんな感じでいいかな。じゃあ、あとバックパック欲しいな。ここでしばいていいのか。なんか怖いんだけど。やめてくださいね、本当に。頼むから。ちょ、マジでやめてな、本当に。今撃ってきたらズル、さすがに。ちょ、とりあえず、M855 弾をしばきます。しばき回します、ここで。で、ちょっとグレネードも捨てよっか。捨ててさ、こっちに変えてあげよう。で、こっちについてたマガジンまでしばいてあげるっていう徹底ぶり。今回はちょっと徹底していきますね。これなんか邪魔、閉じないんだけど、普通に。マス単価的に、ちょっと待って、あ、これしばこ、しばいてこっちに入れて、で、しばいて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 、で、これロールアッピングすれば僕の勝ちなんですけど、とりあえずちょっとこっちをねぶっ込んであげて、ぶっ込み案件からの UV ランプいらないか。いや、一応まあちょっとよくわかんないから、まあこうしとこうか。まあこんな感じで完璧です。完全に整いました。もうテトリスまでね冴え渡ったっていう、今回神回かもしんない。あとは帰れ。いや、よかったマジで帰んなくて。味方がさ、引くぞとか言ってね、甘い誘惑を僕にね持ちかけてきたんですが、その誘惑をしっかりと振り切って、で、まあ、4枚しばいて GG っていう。いや、 MDR いいぞみんな、マジでこの武器強いわ本当に。まあ、適度に横にブレてくれるのも、ちょっと敵のフェイントをですね、まあ、引っかかったと見せつつ、もう勝手にね、この銃が自動標準してくれるみたいな、かなりチート性能かもしんない。この横ブレがね、実は心地いいんですよ。敵のフェイントとかをね、食らった時に。これマジで強いわ。キャラコンが上手い人に刺さるわ、ほんとこの武器は。いや、これはね、シーズン4楽しみな武器ランキング堂々の第1位かと思いきや、実はね、まだまだ情報修正される武器っていうのがありますから、まあ今後ね、このチャンネルで紹介していこうと思います。はい、シーズンの切り替わる時期っていうのが一番楽しい。本当に武器の調整までしてくれるからさ、ちょ、運営さん、今回のアップデートに関してはマジの神アップデかもしんない。いろいろとお疲れ様です。普段ね、なんか文句とか愚痴とか悪口言ってすいません。もうやめてね、ほんとここで X50 に抜かれたら俺もうやめる。危なかった、ギリギリっす。ってことで、残り5秒で対戦ありがとうございました状態に持っていけるんで勝ちました。いやー、ちょっと今回はだいぶね頑張ったんじゃないでしょうか。完璧なリード、対戦ありがとうございました。はい、ということでですね、本日の最終結果はこちね、31万円勝った。これワンチャンさ、僕のね、こと助けてくれた野良の方よりも稼げたんじゃないでしょうか。はい、だいぶ稼げましたね。ってことで、いや本当にね、素晴らしかったこの MDR、 マジで強いから、
これ以上にね強くなっちゃうって考えると、まあ少しぶっ壊れな気がするんですけど、まあそんなこともないか。うん、まあ今ね若干使いづらいんですが、まあこれがね、少しまともになるってことで、皆さんもねシーズン4でぜひ使ってみてください。今はまだ使わなくていいと思います。以上こんがりでした。じゃなっちじー。みんなちょっと待って、俺なんか1枚しばいてんだけど。オフェンシブグレネードでマティか。え、俺取り損ねたんだけど。え、マジか。え、あそこ2枚いたってこと。うわー、ちょっと待ってくださいよ。6層しばいてた可能性がある。え、マジか。なんかヘルメット違うかなって思ったんだよな、確かに。おい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 。おい、俺全ロスしてんじゃねえか、普通に。この2枚目。うわ、やっちまったな。俺知りたくなかったんだけど、これ。おい、もうさ、倒したコントラクターの数とかさ、最後に表示するのやめろよ、運営。なんでなんか気持ちよくレイド終わったのにさ、なんか最終的になんかこういうなんかもやっとしてた気持ちにならないといけないんですか。ふざけんなよ、マジで。もうマジか。オフェンシブ刺さってたわ。うわー、もうこれ悔やみ、もうなんで俺、もう戻りたいんだけど。戻らせてくれませんか、あのマップに。もうマジかよ。メンタルブレイクです。